に応えようぞ。戦いに適した日和じゃ寝取りなの。承知した。今ふっ寝取りなの。寝取りなの。寝取りなの。戦いに適した日和じゃ敵は…寝取りなの。よくなってきたぞ。フローネお姉ちゃん、ゼイレは会いに来たの。さらにもう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき五隻の空中戦艦が…空中戦艦、まさかレゲントロピーの部隊で。そのはずよ。三人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あ、ティアナ、今回は手を貸してあげるよ。レゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でも、ちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。簡単な任務じゃな。時の結界よ、開け！連れて行く気ですか？
わらわは最強の巫女ぞ。殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに、まさか私を倒せるなんて思ってるの？ウェンディちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部からエスキューバルキリー、一社に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと。いいわ、試させてもらう。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。フローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。ほい、また飛んでっちゃった。寝足りないの？
この程度の敵、心配には及ばぬ。どうでした？彼女の位置座標は本当に騙しやすいので、さすがは仕方ないよ。全てはティアナたちの時間稼ぎのため。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、ユランダルは少なくとも私たちの友軍なのですが。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどの道ネゲントロピーを討伐するかはユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。その言い方からするとかなり彼女に恨みがあるようですね。簡単な任務だな。はっ！答えよう。この程度の敵、心配には及ばぬ。